えお疲れ様でございますで今回はね、まあ、孤独死についいてお話しようかと思います、えー、近年孤独死はかなり増えてきて過去10年の孤独死の事例をこうね見てみると大体倍になってるんですよね2013年から2024年まででだいたい倍になってきてるということでこれはね、まあ、非可及数的に増えてるってことなんでこれからは先10年で倍ではなくってね まあ特に人生のどこで孤独死がおおむね決まるかというと40代に入った時点で一人暮らしをしている方はそのまま孤独死する可能性がすごく強いんですよね、まあ、つまり、まあ、家族っていうものを持ったりとかコミュニティに参加したりとかね、まあ、それからインターネットなどのやり取りで、まあ、何か自分が主役になって多くの人を抱えている場合 こう異変に気づかれやすいことは気づかれやすいんですけども、まあ、実はそういう例ってすごく少なくってですね、まあ、大体こう望んで孤独になっている方とそれから望まずに孤独になっている方っていうのが、まあ、いてその数が年々増えているってことになります、まあ、インターネットなどのおかげでコミュニケーションツールは増えたんですけども結局コミュニケーションが下手な人がねツールがあっても孤独になっていくと。まあ、例えば昨昨年年とか一昨年 あれほど多くの人とインターネットでつながっていたのに今はほとんどのそういう人とつながってないっていう例がすごく危険な予兆だというふうに言われておりますで孤独死をすると大体発見まで18日ぐらいかかると言われてるんですよねだから23週間かかってしまうんですよで発見が早い場合は3日以内なんですけども遅い場合はやっぱりね1ヶ月以上放置されていて一部は肉体が白骨化してるみたいなこともあってね、まあ、非常に周囲の方にも まあ言ってみればね、迷惑をかけてる状態になります。で、死因のほとんどが病死で60%です。で、まあ自らね、えー、命を絶ってしまう場合ってのも10%あるんですけども、やっぱり家の中でね、事故を起こすっていう例もあるんですよ。まあ例えばお風呂場で転倒して、まあそのまんま気づかれなかったとかね。 まあひどい時にはまあガスをつけっぱなしで、そのままねえ気づかれた時にガスがずっと充満していたみたいな感じで、一歩間違えたら大爆発で地域が吹っ飛ぶような事故が起きているみたいなこともあるわけなんですよ、まあ、そのあたりはねセキュリティの関係で、事故は起きにくくなってるんですけどもね、でそれから発見状況なんですけども、家族や親族が発見する例っていうのが、多いの多いんですけども、それでもね30%未満なんですよ。そ、まあ、そもそも家族族や親族が発見 してくれるほど密な関係だと孤独死になってないってこともありますんでね。じゃあどういった形で発見されるのかっていうと、大体ね、まあマンションでしたら管理会社、賃貸だったら家主、それから自治体に参加している人だったら自治体の職員さんとか、ご近所の方が回覧板を渡しに来るときに異変に気づくみたいなことが多いんですよね。まあしかしことは孤独死ですから、その40%ぐらいが誰にも気づかれずにってことなんですよ。まあ例えば防犯の係が言ったとかね、うん、それから 宗教の方が訪問していったらなんかこれおかしいよねっていうふうにね、まあ、気づくと特に宗教の訪問っていうのはね異変に気づきやすいのでそういった方があ通報してくれるって例が、まあ、救いになるというか多いわけなんですよ、うん、だからね個別訪問されているそのエホバの商人さんなんてのはあんまりこう言われることじゃないんですけどね個別にはねただ孤独死に立ち会うってことが最も多いらしくって、まあ、やっぱりこう神の使いなのかなって思ってしまうところがあります、えー、それからね 孤独死する年齢なんですけども、確かに高齢者は多いんですよ。例えば4割ぐらいが80歳以上なんですよね。まあしかしですね、まあ驚いたことに、20代、30代の孤独死、大体30%超えるんですよ。で、40代まで、20代、30代、40代の孤独死を考えるともう40%超えるんですよね。まあですんで、4割ぐらいが若くして孤独死になっていると。それから80代以上がやっぱり4割ということで、まあこの2つにね、 かなり重心が置かれてるわけなんですよ。まあ一体どういうふうなね、20代の方とか30代の方が孤独死を迎えるんでしょうかね。しかも珍しい例ではなくって、80代以上の方と同じぐらいの割合で若年層の孤独死というのが近年増えてるということなんですよね。まあ冒頭で、この10年、大体いい孤独死の割合が倍になってきたって言いますけども、これ、どこで数が増えたかっていうと、もう20代とか、 30代の方の孤独死が一気に増えてきたってことになります。なんかね、若い方とかはね、まあ、インターネットの活用とかで多くの方と繋がってるような気がするんですけども、実は孤独だからこそ繋がろうとしているのかもしれませんね。では本日は以上です。